さんこんにちは。今日も動画見てくださってありがとうございます。はい、今日はですねこんな感じでチューブ型のですねネオンサインを作っていこうと思います。こんな感じですね、蛍光灯をこうグニグニグニって曲げたみたいなはい感じのカラフルな可愛らしいでもちょっとクールな感じはいに見えたらいいんですけど、はい、そんな感じを作っていこうと思います。よろしくお願いします。今日ですねこの最後まで見てもらうとこんな感じでネオンのですね出し方とか、はい、こういう感じでこう立体的にする文字はどういう風に書くのかなっていうのも最後まで見ていただくと分かるのでぜひ見てみてください。今日はですね私シカゴっていう単語を使いまして、ミュージカルのシカゴが大好きなんですけど、シカゴ行ったことないのにね好きなんですよ。はい、そんななんかイメージでこの後ろシアターとかねキャバレー風にしたかったんですよね。はい、キャバレー風にするとなるとちょっと色がカラフルで可愛い感じになりすぎちゃったんですけど、はい、これもですねどのペンを使うかっていうのところからやっていこうと思いますので、はい、じゃあですねまずどのペンを使うかっていうのがですねこのマジックセットっていうのがあるんですけど、以前出した私の無料でいろんなブラシ取れますよ300個以上ありますみたいな動画あったと思うんですよ。そこで紹介させてもらったペンでですねすごいね面白いいろんな色がカラフルにこんな感じでもうすごい面白いペンがあるんですね。そうそうそう、これを使ったんですね。はい、なのでもし同じペンでやってみたいなという方は私概要欄にその私の動画のはいリンク載せときますのでそっち見てみてください。はい、じゃあですね早速やっていこうと思います。でこちらのペンの上から2番目のマジックペンっていうのを取ってみてください。はい、でこちらのマジックペンがですねどういう特徴があるかというとですねなんですか、ギューって力入れても力を弱めてもほとんど同じ太さで書ける感じなんですよ。ギューってやって太くすっごい太くなるのとかあるじゃないですか、そういうのでもないんですね。なので基本的にはちょっと力を抜いたり力を入れたりしてもほぼ同じ太さで書けます。かつ同じ力でギューってやると同じ色がずっと続くんですけど、力を入れて力を抜いて力を入れて力を抜いてとかってやるとこうやって色が変わっていくんですよ。なので単語を書くときも同じ力でずっと書いてっちゃうとあんまり面白くないので、少し力を入れたり力を抜いたりしてやってみてください。はい、じゃあ私ですねシカゴっていう単語でやりましたけど、別に皆さんシカゴじゃなくてもいいですよ。背景の画像もねお好きなものにしてください。はい、皆さんが持ってる楽しい写真とかはいでもいいですし、はい、でこんな感じでですね最終的にこうスポットライトが当たってる感じにしようと思ってるので、はい、それもちょっと計算してどんな感じでどの辺にスポットライト当てて何ですかねメインの写真のメインの部分がちゃんと現れるかなどうかなっていうのも考えながら写真選びをすると楽しいと思います。はい、じゃあやっていこうと思います。はい、じゃあですねマジックペンを取りまして、じゃあシカゴっていう字を書くんですけど、今回はですねバウンスレタリングっていうんですか、少しこう動きのある感じの文字を書いていこうと思います。今この力をこう入れてんだけど、ここ抜けてまた入れてますっていう感じなんですよ。そうなんです、ここがね結構面白いですよね。でこのスタートのですね色がまた違うと全体の色がちょっと変わったりするんですよ。そうそうそう、なのでここら辺もちょっと調整して好みでやってみてくださいね。あ、間違えた、ちょっと小さくします、大きくしすぎたはい、じゃあこんな感じでシカゴって書けまして、ぐりぐり、はい、じゃあこんな感じでいいんじゃないですか。はい、でですね気に入る感じになるまで何度でも何度でもやり直してみてください。はい、で私今回これでいいので大丈夫です。でですねもうちょっと小さくしますね。はい、じゃあこのぐらいから始めていこうと思います。で、まあ、次にですね上にレイヤーを突き足します。はい、でこちらに影をつけていくんですけど、影をまあ一応真っ黒で取ってもらって、でエアブラシのソフトブラシを取ってください。はい、でこの影のつけ方のポイントなんですけど、こうやってキューってなってギュンってなって、この C のですね上から来る線が
向こう側のこっちの線より手前にあるっていうイメージでまずやっていこうと思います。はい、でここをですね、ちょっと太かったな、まあ 2% ぐらいですね。ここをこうやってちょっとやっていくんですけど、この影のつけ方も今ここがこうやってなって上の方にもこう被っちゃってるじゃないですか。これは後で消すので全く気にしないで大丈夫です。一番気にしてほしいのは、一番こっちの内側の方が濃くて向こう側に行くにつれてフェードアウトしてってもらいたいんですよ、影の強さを。なのでそこら辺をちょっと注意しながら、このブラシの不透明度の真ん中ぐらいにして、ちょっとこっちの方は力入れてふわーってこっちの方はこうフェードアウトしていく、力入れて少しゆっくり弱めてふわっとフェードアウトしていく。で最終的には硬いブラシあたりでここら辺をきれいにしていくと、向こう側にあたかも影できてますよみたいになったと思うんですよ。どう思います？どう思いますっておかしな日本語でしたね。どうですか？はい、そんな感じで、はい、でちょっと長く影つきすぎたなと思ったら、ちょっとまたソフトブラシを消しゴムで取って、こっちの方からちょっとふわふわっと力を入れずに、あまり入れずにふわっとやって消していく。そうすると内側だけ結構濃くてふわっとフェードアウトしてってるものになりますよね。はい、じゃあそんな感じで全部やっていこうと思います。で今真っ黒度取ってってちょっと暗すぎるだろうと思うけど、後で不透明度を下げたりしますので、その点はご安心ください。はい、じゃあ今から始めていこうと思います。ですね、この大体のこういう影をつけ終わったんですけど、プラスあと他にもねつけてもらいたいところがあるんですね。そこは例えばこういう A とか C とか G とかのこのくるってなってるところなんですよ。でどういう風にするかというと、ここが少し影になってるはずなんですね。こうやってここがこう少し影になってると思うんですね。なのでここをちょっとこんな感じで、ちょっと細かいんですけど、よかったらつけてみてください。はい、で別にそんなにね重要なポイントじゃないと思うんですけど、これがあるだけでチューブ感がめっちゃ出るんですよね。こうはい、こうやってチューブ感が結構出るので、はい、ちょっと試しにつけてみてください。はい、じゃあこんな感じで影をつけ終わりました。はい、でここから早速ですね、影を消していきます。余分なところ、ちょっと硬いエアブラシか少し固めのエアブラシあたりを取ってもらって、さっきみたいにこの一番手前の方をこうやって消していこうと思います。はい、こんな感じで余分なところも消し終わりました。はい、今ですねここからこう来て、向こう側に黒い影があって、で H の方が強くて I が向こう側にあるみたいな感じに、こんな感じでなってきました。はい、でここでですね今度ハイライトをつけていきます。でまたレイヤーを一つ追加してもらって、白を取ってもらって、でブラシはソフトブラシとか中程度のブラシとかでもいいです。はい、じゃあちょっと中程度のブラシで、はい、でこれもですね、まあ 2-3% ですかね。はい、ブラシの、はい、大きさを、で不透明度も 50% ぐらいにちょっと下げといてもらって、こっから始めていこうと思います。でこっちからライトが当たってるということで、あ、でですねここをマスクをクリップしてください。はい、マスクをクリップしてもらうと、こっち側だけに反応することになるので、さっきの影もですねこれマスクをクリップしてください。
すいません、間違えた。マスクをクリップ。言い忘れてました。はい。シャドウもハイライトもマスクをクリップでお願いします。はい。じゃあ、今やっていこうと思います。あ、ちょっとあれだな。おっきいな。おっきいから、1パーぐらいでちょっとやってみます。あ、いいですね。で、これのですね、特徴として、あんまりですね、強くやると、こうやってやるとちょっと、つるっとして可愛いんですよ。可愛いんですけど、こういう雰囲気にしたいなら大丈夫です。ただ私は今回ですね、ちょっとナチュラルな感じにしたいので、あんまり力入れずに弱く少しずつやっていくのがおすすめします。はい。でですね、ここ太めの半分ぐらいにしたので、繰り返し繰り返しやってやっと白くなる感じ。はい。に行ったり来たりして少しハイライトが強くなる感じにしとくとすごいうまくいきます。最初からね透明度ゼロだといきなりこうわーってなってうわーってなってこうねうまいこといかなかったりするんで最初に 50% ぐらいにしといてもらうといいと思います。はい、じゃあ始めていきます。でこっち側のこっちの方もねやっていきますので、はい、皆さんもやってみてください。できました。はい。でですね、ここでちょっとポイントなんですけど、こっちから光が当たってるので、ここで当たってるであろうところがちょっと濃くしたいんですね。はい。でもう少しこのハイライトのレイヤーにここら辺をちょっと強くしていこうと思います。ここら辺がですね、強くしただけで光がどっから当たってるのかっていうのがねよくわかるんですよね。あ、ここら辺明るいんだなっていうのが、あとここら辺とか、そうですね、ここら辺をちょっといい感じで強くしてもらえたらと思います。はい。であとここら辺とか、ここら辺とかで、ちょっとこうやってですね、なんかあ汚くなっちゃったなと思ったら、この消しゴムで消しゴムのソフトブラシを取ってもらって、ちょっと大きくして、この端っこ、丸の端っこからこうやってうまく消してもらえる感じでやると、ふわーっとした感がなくならず、パッキリした感じにならず、すごいいいんですよ。これもこうですね、こっちからこんな感じで消してもらえると、線がだいたい同じ太さになりましたのでね。はい、こんな感じでやってみてください。はい、そうするとだいぶこうやって綺麗になると思います。で、あんまり大きいと向こう側が消えちゃったりとかいう問題が出てくるんで、そこら辺をちょっと気をつけながら、はい、ちょっと調整しながらちょっとやってみてください。はい、じゃあこんな感じでチューブでできました。ね、だいぶこうチューブ感出ましたよね。はい、はい、いいと思います。これもぐるぐる塗りつぶすんじゃなくて、まるでチューブにしても面白いですね。はい、今気づいたけど、まあいいや。はい、じゃあそんな感じでですね、はい、でここにこの下にですね、あ、これはいらない、関係ない。で、これありますよね。このメインのこの部分を、ちょっとネオンにしていきたいので、ここをまず複製して、この複製した下を、このぼかしで、ちょっとぼかしていきます。わーっと。で、いっぱいぼかすと、なんかよくわかんない感じになっちゃうので、ちょっとぼかす。そうですね、5ぐらいかな？ここ。5でも行き過ぎなんでしょうかね。まあ一旦5ぐらいにしましょう。それでなんかふわーっとちょっとしましたよね。6か5か。はい。じゃあこんな感じで。で、ちょっと弱いなと思ったら、これを複製します。複製するとまたネオン感の強さが出てくるので、はい。で、もっと強くしたいと思えば、どんどん複製。はい。で、これでだいぶこう、すごい光ってる感じになりますよね。はい。で、まあ、2個ぐらいでいいかなと思ったら、はい、2個ぐらいでもいいですし、はい、1個だとちょっと寂しい感じ。2個ぐらいが結構光ってる感も出て、あんまり光らせるとですね、今度ハイライトが飛んじゃうんですよね。
ここいっ、あ、間違えた。ここいっぱい複製すると、なんかハイライトの良さとか、なんかこう、文字の、こう、なんですか、動きの面白さとかが飛んじゃうので、ここら辺とかも全くなんか死んでしまってる感じになるので、ちょっと2個ぐらいがいいんじゃないですか。そうするとこう、ね、チューブ感がすごい分かりやすいですよね。はい。1個だと、あれですね。もう何にもないと、本当に何もない。2個ぐらいが光ってる感が結構出て、おすすめです。はい。じゃあ、これのですね、下に1個レイヤーを作っていきます。はい。で、ここのレイヤーにですね、さっきの写真を入れますね。はい。シカゴの写真を入れますと。はい。で、こんな感じで、はい、素敵です。はい。もうこの写真も本当素敵なんですけど、ちょっとこのネオンがですね、うまく活かされないので、ここでちょっと暗くします。暗くしますというか、もうサイドをちょっと下げます。あんまりこうね、明るいと、こうガチャガチャでこう一緒になっちゃうので、少し、そうですね、30% ぐらいにして、さらに暗くします。はい。暗くします。はい。で、これの上にですね、1個、レイヤーを付け足します。で、レイヤーを今度は、このレイヤーを真っ黒く塗りつぶします。ここの色で塗りつぶすって感じですね。ここを黒くしておいてください。はい。じゃあ、こんな感じでですね、黒く塗りつぶしましたね、レイヤーを。はい。そうしましたら、このレイヤーの上に、今度はこのマスクをつけてもらいたいですね。レイヤーの、このレイヤー、黒いレイヤーの上に、マスク。ここのマスクってあるので、マスクを付け加えます。はい。そうしますと、マスクができますね。はい。でですね、ちょっと考えてもらいたいのが、この写真ありますよね。この写真がですね、どのあたりを、さっきの、ちょっと暗々しいけど、スポットライトで出すといいかなっていうのをちょっと計算して、やってもらいたいんですよ。で、私の場合だったら、このシカゴのこの字とか、このシアターの入り口とかがあったらかっこいいので、はい。そこら辺がうまく出るようにしようと思います。で、この黒がですね、ちょっと真っ黒すぎてわからないので、不透明度を下げて、だいたいどのあたりをどういうふうにしようかっていうのを、見れるようにします。はい。で、こっちのマスクのレイヤーのところに行ってください。はい。で、ペンをですね、硬いブラシっていうのを取ってもらって、で、スポットライトみたいにしたいんですけど、もうすでにこの形がパキッとしてスポットライトっぽくないですか？はい。で、大きさをですね、ちょっとこう、そーっとやって、だいたいここら辺でこう、丸が出るので、あ、この辺かっていうのを、想像しながら、はい。で、私ちょっとここら辺始めようと思います。で、力ちょっと入れて、蹴って、少しだけ動かすと、こうやってスポットライトっぽくなるので、はい。で、この黒を、ちょっと、完全に非表示にすると、こんな感じで出てきましたね。はい、わかりました、つって。はい。で、また。で、またマスクのレイヤーに戻って、今度はちょっともうちょっと大きくして、ここら辺をですね、はい。マスクのレイヤーになってるよね。はい。で、こんな感じで、少し重なるぐらいでもかっこいいです。はい、こんな感じですね。で、ここはちょっと強く、色が強くなりすぎたなと思ったら、白でまた黒い部分を少しこう表示するように、少しそーっと撫でてもらうと、あれ、表示されますよね。あれ、表示されない。白で、あれ、表示されるはずなんですよ。あ、そうですね。ちょっと暗くなってきてる。はい。じゃあ、こんな感じにしようと思います。はい。で、これで出来上がりです。ちょっとこのシカゴの、もうちょっとこの辺りを、少し映すようにしたいなと思ったら、またここら辺を少しこう、いい感じで、ここら辺ぐらいは色を少し、ね、鮮やかにしてもいいかもしれないですね。はい。じゃあこんな感じでチューブのネオンの作り方を、はい、やってみました。じゃあこんな感じで皆さん、ぜひ影つけて、ハイライトつけて、まるでチューブのような感じで、はい。ぜひ作ってみてください。今のね、私が作った、使ったペンも、はい。概要欄に載せておきますので、はい。じゃあ今日も見てくださってありがとうございます。今日も役に立ったなとか楽しかったなと思ったら、ぜひいいねボタンと登録よろしくお願いします。じゃあね、またね、バイバーイ。